さ、とにかくさ、メディアというメディアは全部抑えてるっていうところですよね。だから政府もくっついてたりとかさ、まあそんなとこだからさ、その全体で、キー局と、まあ広告代理店が話し合ってですね、どう切り抜くかっていう方針を出したんだろうね。なので、はテレビ軍団 VS 文春っていう感じの構図になったから、そこでなんていうの、後ろ盾が強いっていうことで、急にまあ、スピードワゴンの事務所、ホリプロさんだっけ、もう強気になってきたのかなっていうふうに思うよね。だから、ここがね、日本の民主主義の中の、まあ、なんていうのかな、土壇場というか、なんていうのかな、ねえ、まあ、ハロヤスシもこんなの吠えてるけどさ、相手がさ、これだけのもう、ほとんど日本の、何、マスコミ全部を相手取った戦いみたいになっちゃってんだよね。だけど、この、まあ、株主構成見るとだよ、成金っていうかさ、もう金が儲かりゃ何やってもいいよみたいな体質を持ったところと、マスコミがくっついてるようなもんだからさ、その、金の力で、何、黒も白に変えるよみたいなのが当たり前の人々なんだよね。それで、いいのかなっていうとこじゃないですか。で、逆に言うと、吉本って会社がさ、そこに来て、今回の不祥事みたいなものに対して、金持ちはどうするのかっていうことを、これから皆様と一緒に観察できるというね、金持ちのやることを観察しようじゃないかと。どういう、普通に考えたらさ、こんな何人もさ、女性がさ、被害に遭いましたってさ、そんな一人二人じゃないからね、これは確実に犯罪行為があったんだよ。あったはずなの。で、それを、さてはて、このテレビ局と、電通含めた、ね、広告代理店と、それから、何、金の亡者たちが集まってですね、俺たちの、これに傷つけんのかと言って、まあ、金を明かしたですね、何か恐ろしいことが、始まるんじゃないかっていう気がしますね。ないけど、まあ、俺が20代、30代の記者だったら文春で仕事したくなるね、これらね。すげえ、なんていうの、これこそジャーナリストじゃないの？こういう、なんていうの、もう、本当に今のテレビ業界、映像業界ね、広告代理店を含んださ、ね、全会社が並んでるようなもんじゃないですか。ね、ここ相手に文春が、ね、松本人志というさ、まあ俺から見たらクズにしか見えないけどさ、わかんないけどね、断定しちゃいけないけどさ、俺も法律学んだからこういうの断定しちゃいけないけど、まあ、もう5人出てきてさ、ね、後輩芸人がさ、もうやりましたみたいな顔してる中でだよ。さてはて、この真っ黒を、こいつら、この日本を牛耳ってね、情報操作で牛耳ってる連中が金に明かして何すんのか、ちょっと見ものだよね。頑張る文春という気がしますけども。